日本のメタボ検診が海外で話題です。皆様こんにちは、ナビゲーターの葉月です。新型コロナウイルスの感染拡大でリモートワークが進んでいるようですが、これにより通勤する機会が減ってしまった方も多いのではないでしょうか。駅の階段の上り下りさえもしなくなり、運動不足になっていませんか。いつの間にかぽっこりとお腹が出てしまったという話を最近多く聞くのですが、在宅勤務で人の目を気にする機会も少なくなって、完全に悪循環に陥っている方もいらっしゃると思います。それでも1年に1回、必ずやってくる健康診断。ウエストを測られて、メタボですと言われた日には、恐怖以外の何者でもないですね。ジャパンジャンキーというサイトに、日本で肥満は違法なんですかという論争の法則という記事が掲載されました。年に一度の健康診断でウエストを測定され、基準値を超えていたらカウンセリングを受けられるという日本のシステムに世界から驚きの声が上がっています。こちらではこのニュースの概要や注目点、そして海外の反応などをご紹介いたします。それでは今日も最後まで私にお付き合いくださいね。8月3日付ジ・アンサーによると、新型コロナウイルス感染拡大により休日の外出を控えたり、夏のレジャーも自粛傾向が見られます。外出をしなくなると人の目が気にならなくなり、体型にも頓着しなくなるもの。例年夏前になると慌ててダイエットを始める人が多いのですが、今年はそれほど気にならなくなっているのでしょう。さて、お腹だけぽっこり出ている男性に多く見られる特徴が、腹が出ていて足が細いという体型です。それはなぜか、大筋群が集中する下半身の筋肉がごっそり落ちてしまうため、基礎代謝が低下し、消費しきれなかったエネルギーが内臓脂肪となって腹周りに蓄積していくからです。腹が出ていて足が細いという体型は中年以降の男性によく見られる特徴でした。ところが街を歩く人たちを見ていると、今や20代や30代前半の男性でも腹が出ていて足が細いという人が少なくありませんと報じています。最近の体重計は体脂肪計を超えて体組成計に進化しています。体組成とは体を構成する組成分、脂肪、筋肉、骨、水分のことを指します。最近の計測器では筋肉量や基礎代謝量、内臓脂肪レベル、推定骨量、体水分率などが計測できます。皆さんは自分の体の状態を知っていますか？肥満や生活習慣病の予防や改善には、まずは知ることが大切です。なのにメタボの人に限って、あまり自分の体組成を気にしません。本人に太っている自覚はなく、医師に、突き出たお腹は何ですか？と尋ねられると、真面目な顔で、筋肉ですという方もいるそうです。パンパンに張っているお腹は脂肪ではなく筋肉だと主張する人、特に男性が多いようですよ。肥満にも2種類あり、ぷよぷよぽっちゃり型と肩太り型があります。肩太り型の人は以前は運動していた人に多く、筋肉組織に脂肪が入り込んだ状態になっているそうです。でも筋肉ではありません。1年に一度やってくる健康診断や人間ドック、ドキドキしますよね。肥満度についてもう一度おさらいしておきましょう。ウエストの測定は、くびれたところではなく、おへその位置で水平に測ります。男性の場合は 84.9 センチ以下、女性の場合は 89.9 センチ以下なら OK です。肥満の有無を測定できる BMI という数値は、体重キログラム割る身長メートル
割る身長メートルで算出します。例えば身長170センチ体重60キロなら、60キロ割る 1.7 メートル割る 1.7 メートルは 20.76 で基準値内です。 BMI の基準値は 18.5 から 24.9、 これを超えてくるとメタボリックシンドローム、いわゆるメタボと呼ばれるようになり、動脈硬化、痛風、心筋梗塞、脳卒中などの病気になる可能性が高くなるというわけです。若い頃はお腹が出ていても動けるので気がつきませんが、そのまま年を重ねていくと危険です。お腹が出てきた、下半身の筋肉が落ちてきたと思ったら、ウォーキングで構わないので、まずは体を動かすことを意識した方が良いかもしれません。若いうちから運動を習慣化しておくことが健康な人生を送る上で重要なことのようです。今回のニュース、海外ではどのように感じているのでしょうか。引き続きご覧ください。それでは海外の反応をご紹介いたします。アメリカ人は中毒性のある食べ物を好んで食べ、移動はすべて車。どんな太った人でもどこにでも行ける環境があるからね。だから日本人は長生きなんだね。日本の女性は過去数十年間で唯一 BMI が下がりました。アメリカでは太っている人に恥をかかせるのは良くないって考えるから、これは無理だろうね。年に1回の健康診断？日本ってそんなことしてるの？40歳から74歳まで健康診断を受けなければならないってことは、太っていいのは40歳までっていうことなの？もしもあなたが肥満なら、40歳を超えたら価値がなくなります。半年間日本に住んでたけど、一度もアメリカレベルの肥満の人を見かけなかったよ。病気になる前の予防医療だね。日本では肥満よりも痩せすぎの方が問題です。日本に行ったことある人ならわかっていると思うけど、日本食はヘルシーだし、量は少なめだからね。日本のように公共交通機関が発達していれば、車なしでより健康的な生活が送れるはずなのに。日本人で BMI 値が30以上あるのはたった 3%。アメリカの 30% に比べたら比べ物になりません。イギリスでは BMI が30以上の人は約 35%。BMI の指標は当てにならないね。日本では労働安全衛生法で会社や法律上の実施義務が課せられているんですよ。これはいいアイデアだね。アメリカには肥満が多すぎるから。その健康診断、誰がお金を払うの？日本人全員が健康診断を受けているわけではありません。日本には肥満問題はありません。世界で一番長寿な人たちについて、私たちは何を話しているのですか？肥満の問題がほとんどない日本の肥満チェックの記事、わざわざ取り上げる必要あるの？日本国内の反応です。猫背で腹が出ていて、お尻がぺたんこで足が細い、運動習慣がなく、お酒好きに多い印象。そもそも日本の健康診断は基準が厳しすぎます。医者はそんなに人間ドックを受けないって言ってるし、薬漬けは健康悪化につながるので、医者が寿命を縮めてるんです。そもそも医者は病気のプロであり、健康な体づくりのプロではありません。血圧と肥満度に気をつけないと病気になるってことにした方が病院が儲かるから、健康診断の場所を変えてみるといいですよ。特定の健康診断施設では胃が悪い、再検査で胃カメラで儲けようとするところもありますから。老化は足から始まるとあるように、
下半身の筋力をつけることが大切です。毎日ラジオ体操とスクワットを習慣にしましょう。高齢者は社交ダンスでもいいですよ。保険で補助が出るので30後半から人間ドックを受けてるけど、受けに来ているのは50とか60ぐらいの人が多いので若干場違い感がありますね。血糖値の正常値上限はあまりにも人為的すぎます。ずっと家にいるとついつい何かしら口に入れてしまいます。コロナの死因は少なくなっても生活習慣病の死因が激増しそう。普段仕事で1万歩以上歩いているのに家にいると1000歩行きません。間食はほとんどしないけど家にいたら昼からお酒飲んじゃいます。検診の是非は確かにいろいろ意見がありますね。さまざまなデータから有効な検診と不要な検診は分かってきており、例えば腫瘍マーカーを検診で行うことは良識のある医師は批判しています。血圧は本当にバカらしい。身長、体重、体質はそれぞれ個人で違うし、高いのが危険なら歩いたり運動したら死んじゃうの？高圧剤飲んで痴呆や脳梗塞のリスクを上げるとかまともじゃありません。健康診断の基準値というのはみんなのデータの平均値に過ぎないので、必ずしも正しい値を意味しないのでは？今日も最後までご覧いただきありがとうございました。自粛期間中に Zoom 飲みや LINE 飲みが流行っていたようですが、自宅なので飲む量や終電を気にしなくていいため、飲酒量が増えて太ってしまった方も多いのではないでしょうか。私は今の時期、あえて喫茶店やレストランを利用するようにしています。新しい生活様式も重要だと思いますが、日常を取り戻すことも大切だと思います。もちろん、予防対策を取ることが前提ですが、可能な範囲で外に出ることも、寒くなる季節を前にして、とても大切なことだと思います。皆様はどのようにお考えでしょうか？それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。はずきでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。